にちは。秋の全国交通安全運動を実施します。9月21日から30日は秋の全国交通安全運動の実施期間です。この運動にちなみ、伊丹市と伊丹警察署、伊丹交通安全協会などは期間中に伊丹市内街頭で自転車利用者に安全利用を呼びかけます。公用車を活用し、交通ルールの遵守や交通マナーの実践を呼びかけなどの啓発活動を行います。お問い合わせ先は伊丹市都市安全企画課 072-784-8055 までお願いします。今回の伊丹ダイアリは市政情報からスタートです。市政情報担当は藤井加奈子さんです。お願いします。よろしくお願いいたします。図書と触れ合い、市民同士が交流できる場所としてたくさんの市民に親しまれている伊丹市立図書館言葉蔵が開館10周年を迎えました。平成24年にオープンし、公園のような図書館として市民と共に歩んできた伊丹市立図書館言葉蔵が今年7月1日に開館10周年を迎えました。言葉蔵では図書を通して幅広い分野に興味を持ったり、知識を深めるだけでなく、1階交流フロアを活用して市民が主体となるイベントを開催し、人と人とをつなげてきました。市民を中心に学校や企業とも連携しながら多様な事業を生み出してきたことが評価され、平成28年にはライブラリーオブザイヤーに選ばれました。また令和2年に図書館を使った調べる学習コンクールにおいて137自治体の中から総務大臣賞を受賞しました。今回は開館10周年を迎えた伊丹市立図書館言葉蔵のこれまでを振り返りながら、新たな取り組み、これからの言葉蔵について考えます。伊丹市立図書館言葉蔵が市民に親しまれてきた特色の一つは、1階交流フロアを活用したさまざまなイベントです。これは毎月開催している交流フロア運営会議の中で、市民がイベント企画を持ち込み、市民が中心となってイベントが企画されたものです。中には図書館が休館する図書整理日を利用して行う音楽イベントなどもあり、図書館の枠を超えた幅広い取り組みを実現させました。また交流フロア運営会議から生まれたイベントの中には、定期的に開催される部活動、ビブリオバトル、ジンワークショップ、カエボン部、伊丹アーカイブ、伊丹文芸こと創始なども生まれています。そして8月21日、市民と共に育んできた伊丹市立図書館言葉蔵のこれからを考えようと、大阪府、滋賀県、岡山県の図書館運営に携わり、現在は京都立花大学の教授を務める島田学さんを招いた講演会が開かれました。認知症サポートの養成講座とか、そういうの今まで保健センターでやってたのを、図書館でやりませんかということでですね、そっちの方が実は参加者が多かったりするんですね。講演会の中では、参加した市民と講師が一緒になって言葉蔵のこれからについて考える場面もありました。意見っていうものが正しく、そのお互いの中で話し合うことができる場がない、人をなんか発掘するような場であっていいんじゃないかな。地域社会を私たちでよりよく変えられるというコミュニティへの信頼と責任感、こんなものが交流の中から生み出されてくるというのが一つの理想かなというふうに考えております。講演会に参加した方々にお話を伺いします。講演会に参加してみていかがでしたか？はい、
今回市内の小学校から研修でさせていただいてるんですけれども、今のコロナやいろんな社会情勢で子どもたちもつながりっていうのが薄くなってきているなというふうに感じます。で今回の講演でも図書館が地域でのつながりの場を担っているっていうことをすごく講演でおっしゃっていまして、そのような場がもっと増えたらいいなと思いました。初めてこういう場に参加させていただいたんですけれども、すごい皆さんいろいろなこと考えられていて、まだまだ自分はこの図書館について知らないなって思ってし、もう少しいろいろと考えてみたいと思いました。市民の方が企画を持ち寄って自分自身の知識とかを皆さんにそれぞれ話してるっていうのがすごい素敵な活動をいろいろされてるなっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとこんなにいろんな図書館の可能性があるっていうことをお話し聞くことができて、すごい素敵やなっていうふうに思いました。言葉船の魅力ってどんなところだと思われますか？やはりこうみんながそのいろいろ持ち寄って、運営してるっていうのがやっぱり一番だと思うんですよね。 なんか誰かが、やりたいこんなこともあんなこともみたいなのがやっぱ積み重なって、ようやくというか初めてこれになってる状況になって、最初からこうなんかもありきで、スタートしてるじゃないっていうのがやっぱ一番じゃないでしょうかね。また伊丹市立図書館では7月1日よりシステムが更新され、インターネットサービスにより充実した機能が追加されました。どのようにシステム更新なされたのか中崎さん教えてください。はい、伊丹市立図書館のインターネットサービスマイライブラリーは、お手持ちの、スマートフォンやパソコンなどから、図書館の本の予約や延長、今借りている本の、状態などが確認できるというサービスになっております。今回のシステム更新で新機能の追加に加えて、大きく変わった点といたしましては、すべての年齢でご利用が可能になったという点です。これまでは中学生以上の方を利用対象としておりましたが、図書館の利用券をお作りいただける方であれば0歳からご利用の申し込みが可能になりました。利用には図書館のカウンターで住所の記載された身分証明書をご提示いただき、お申し込みいただく必要がございます。で、新しく追加された機能といたしましては大きく4つございます。まず1つ目は、お手持ちのスマートフォンを利用券として利用することが可能になりました。利用するにはスマートフォンからマイライブラリーにアクセスをしていただきまして、そこで表示される利用券のバーコードを貸し出しカウンターか自動貸し出し機にかざしていただきますと、従来のカードと同様に本の貸し出しなどをすることができます。ただし更新、3年に1度更新があるんですけれども、その更新の際にはカードの現物が必要になりますので、カード自体もなくさないようにお願いいたします。で、2つ目がですね、読書チャレンジ機能になります。こちらの機能はいつまでの期間に何冊読むかという期間と目標冊数を設定していただきますと、その達成度をグラフや表で見ることができるという機能になっております。達成状況に応じて画面上の伊丹市マスコットキャラクターのたみまるの絵柄ですとかメッセージも変わりますので、そちらにもご注目いただき、楽しみながらチャレンジしていただけたらと思っております。さらに貸し出し履歴の確認をすることもできる機能も加わりました。最後にインターネットサービスマイライブラリーをお申し込みいただいていない方でもご利用できるサービスとしてウェブ書棚という機能がございます。こちらもスマートフォンやパソコンでアクセスをしていただきまして、図書館にどんな本があるのかウェブ上の書棚で見ることができるという機能になっております。図書館の本の並びとは異なりますが、探していた本と関連した本も一緒に見ることができますので、知らなかった本との出会いを楽しむこともできます。さらにインターネットサービスをご利用いただいている方であれば、ウェブ書棚の画面からご予約の画面に行っていただいて予約をしていただくことも可能です。
これからもインターネットサービスを便利にお使いいただき、図書館をどんどんご利用ください。スマートフォンで本が借りれたり、またこれまで借りた本の冊数や履歴を確認できたり、より図書館を身近に感じられますね。皆さんもぜひ伊丹市立図書館マイライブラリーをご利用ください。最後に伊丹市立図書館言葉蔵の館長にお話をお伺いします。開館10周年を迎えましたが、これからの言葉蔵についての抱負教えてください。はい、図書館で10周年記念事業として、開催されました、これからの図書館を考える島田学さんの講演会、聞かせていただきまして、で、改めて、これからの図書館の在り方、それと、市民の方々との関わり方っていうのを、改めて学ばせてもらったなと感じているところです。図書館につきましては、利用者 その知的好奇心を満たすとともに、そういったものを深めていただく場であるというふうに今考えておりますので、今後も市民の方に、一人でも多くの方々に利用していただきたいなというふうに考えております。来て、こういうイベントに参加していただいて、参加してよかったなと、来てよかったなというふうな、図書館にしていけたらなというふうに思っております。また10周年の記念事業も含めまして、これ今後いろんな事業を企画しております。一つは10月に行います町ゼミで、インテリアについて学ぼうということで、通りさんの方にご協力をいただきまして、親子で楽しめるようなそういうインテリアの講座、それから12月にはイラストレーターで絵本作家でもあります永田萌さんの方をお招きしまして、講演会の方を、開催したいと思っています。また皆さん振るってご参加いただけたらなというふうに考えております。どちらも楽しそうなイベントですね。そうですね、ぜひともご来館いただきたいなと思っております。その他にも言葉蔵では多彩なイベントがたくさん予定されております。皆さんもぜひ伊丹市立図書館言葉蔵へ遊びに来てください。今回は10周年を迎えた伊丹市立図書館言葉蔵の話題でした。交流イベントの企画を考えている交流フロア運営会議は、誰でも気軽に入って話ができるように運営されていますので、何かイベントをしたい、手伝いたいという方はぜひご参加ください。言葉蔵は市民が作るみんなの図書館です。次の10年に向けてさらに魅力的な図書館にしていきましょう。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。